はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカー、シャドウ・オブ・チェルノブイリ、続きやっていきます。今の任務は、新しい研究所内部に入れ、で、そこで書類を見つけるということと、あと、バシリフという人物の死体も探す。そう、この人とゴーストがね、なんか共に行動していたらしくて、二人ともストロックの部下だから、何かしらの手がかりになるはず。で、この人ね、この人を護衛するっていう任務やったんだけど、勝手に先行しちゃって死んじゃったから、とりあえず死体をここに運んであげて、それとね、この人がね、こんなケミカルスーツ売っててお金もあったから買ったんで、耐性もついてるし走ることもできるから、これ着てこう。あ、違う。バシリフの死体を探すんじゃないや。ゴーストの死体を探すんだ、今度。バシリフの死体は前回見つけたから、で、その死体からね、この L85A2 を手に入れたから、こんな感じ。反動がすごかった。この武器ちょっと使ってこう。ドットットット。この辺、どんだけ迂回してもアノマリーの信号が。いや、ここはゾンビ化した兵士とか科学者しか今のところいないっぽいけど。あららららここ開くのか？開かない。おっと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 。あれ？フロートになっちゃった。 OK。 反動がね、すごいんだよね、これ。ちょっと。お、これ入れんの？これ。ここから入ってくか。これすごいね、上に跳ね上がるんだよね。OK。 すんげえ跳ね上がる。ショットガン。こんなゾンビだらけんとこに普通の敵はいないな。ゾンビが銃を撃つってのはどんなもんだろうか。そんな銃撃つ知能がゾンビにあっていいんだろうか。跳ね上がりがすごい。ちょっとこっち使おう。ああ、というかそろそろ日が暮れる。わら。こっち安定するな、やっぱり。その代わり威力はそんなにないけど。なんだ？なんだ？お、死んだ。なんかいいもの持ってんね。
なんだ。あー、いた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 。おーっとっと。あ、いたい。あのマリ、何これ、何これ。ここ入り口、あ、あった。セーブ。なんかある。これはまだ上か。ん？下かなこれ。あ、まだ上がある。まだ上があるけど、下っぽいな。地下があった。アノマリ検知がすごいけど。いやー、たくさん死んでる。あ、エリア間移動か。おーっと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 。おー、入った。まあ、なんとかなるでしょう。うわー、これのリフト乗るの？いや、これは元から動かないか。え、降りるぞ。おお、深い。降りた。おお、だ、どーい。だ、こいつ狙いずれ。暗いな。おお、便所来たね。関係敵対ね。そりゃそうだ。スノークって言うんだ。うわ、とアノマリがある。だー。おお、しゃしゃい。あ、いた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 。ゾンビが兵士に紛れて変なミュータントまでいるけど、
ガソリン。いや、暗いな。お？オッケー。え、この、そこら辺に焚いてあるこの焚き火、骸骨とか、頭蓋骨とかで焚かれてるんだけど。これも。おお。あ、そうだ、ナイトビジョン使おう。おお、なんか来た。こいつ妙に硬いんだよな。しかも狙いづらい、このスコープだと。こいつは手榴弾じゃない、これだ。なんかブクブクいっとる。コントロールユニットを切れたからな、まず。まあそもそも試作品とか言ってるけど、もう試作品履いてないからな。オタクのとこで、あ、来た来た。さあ急がないとな。ちょっとこれうるさいな、外そう。だだだ、あ、なんかイケメンだった今の。グラサンしてる。ちょっとこの人たちのアイテム回収は無視。上か。おお、どんどん上に上がらんと。これだ。いくつか下で見逃してんな。ちゃんと近づいてみないとアイコンが表示されない。これあとは全部上の方だな。これだ。プラグとかこの辺か。上だな、上行こう。あと1分半。どう？はい。オフ。おお。待って、視界が揺れる。Сделать эту фотографию. Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь.
куда ты теперь? Север. На север.痛い。なんでしょうな、今のは。おお、燃えた。一瞬さ、主人公マー君映ってた？記憶を失う前の文章。ああ、あ、こっちだ。おお、あら、だー、なんだあれ。ちょっと待て。あれ倒さんとな。ちら、あ、あれ。倒れた。おお。倒れた。これゴーストか。いった。これ何なんだろうな。とりあえず文章は回収で、この辺はなんか牢屋にな、あ、なってて、隠し場所には何にもない。とりあえず書類はゲットした。なんかここ、お？こんなところある。お、なんだこれ、近道か。あ、出れた。近道だ。ただちょっと今夜だから、ここで寝袋敷いて休むか。ああ、嫌な予感。ブローアウトじゃね。ブローアウトが起きてる間は睡眠も取れないんだよ。取れないんだよ。過ぎ去った後かな。あ、P90。あー、ブローアウトだ。あー、らららら。まあ屋根がある空間に逃げてれば大丈夫だけど。どっ。待って、眩しい。待って、近すぎる。
ブローアウトが起こると画面がブレブレで狙いにくい。早く収まってくれ。なんかヘリが飛んでる音するけど、おーっとっと、危ない危ない危ない、熱い熱い、喉が渇いた。コカ・コーラめっちゃ持ってんな。あ、収まった。これ出口がこっち行かないとないっぽいな。でブローアウトが起こったから朝まで眠れなかったのか。これもう一回寝よう。何かのフラッシュバックを見た。早く早くこっから出してくれ。おお、え、待て、何何何何何、で今の今の何、今の、いやーまだいるし、鳥肌立つわ突然。まだいる。なんだなんだなんだ、ドンパチやってるよ。あああ、でもこいつは相変わらず硬いな。 OK、 こっから出して早く。出るそう。よっしゃ、はしご。脱出、あーだだだだ、脱出、あ、すぐ近くだ。あああ、なんか戦ってる。バンカー利用しろってそれ言うの遅くねえか。なんで起きるんだよ。いた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 。え、硬い。よし。
持ってきたぞ。はい。OK。ではバーキープのところに届ける。それじゃあ今回ここまでにしよう。ここの研究所も無事にクリアして、次回はバーキープのもとにまた書類を届ける。もうちょっと北の道が開けるんじゃないかな。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。